ハロー、ニーメンハロー、こんにちは、シャンメイです。本日はファイナルファンタジー14第36回配信を撮っていきたいと思います。現状、メインクエを進行中で、ロストホープルミン街までやってきました。はい、そして、みんなクエストを持っておりますので。じゃあ、ちょっと、サブからちょっと見ていこうかな。ブレイブスさんからですね。友人の病気をカエルの毒は口に逃がし、ロストホープの民街のブレイブスは友人の病気を心配しているようだ。ジュジュ、あんた冒険者か、結構強いんだろ。だったら一つ頼みを聞いてくれよ。トキシックトードからトードの毒液が取れるんだが、こいつを2個じゃない2匹分取ってきてほしい。やつらはアンフォーディエアってなんだろう小宅地っていうかな、ニール、頼むよ。このままじゃ俺の友が死んじまうんだ。と、アンマルベルガさんですね。盗賊の資金源を立て。ロストホープルミン街同人団アンマルベルガは盗賊の闇取引を察知したらしい。冒険者さん、冒険者さん、どうか私たちはぐれ同人団に力を貸して。ギブロン別宅跡に住み着いた盗賊団がどこかの鉱山から盗んだ貴重な原石をこのルミン街で密売しようとしているの。討伐しようにもこの集落には私と怪我をしたレオフリックさんの2人だけ。どうか盗賊団の資金源、ナナシャマカライト原石を奪い、奴らの闇取引を潰してください。そしてメインのレオフリックさん。その男、サー・ギブロン。レオフリックは冒険者に盗賊の討伐を依頼したいようだ。ジュジュ。冒険者さんよ、恥を承知で頼みたいことがあるんだが。南にあるギブロン別宅跡に行って、そこの親玉であるサー・ギブロン男爵三世、すげえ名前だなと手下たちを倒してきてくれないか。男爵なんて名乗っているが単なる盗賊さ。霊災で亡くなった元サカス州エオランデ・ギブロンの別宅跡を勝手にアジトにしているたちの悪い連中だ。あいつらが幅を利かせてやるおかげで、ただでさえ劣悪なルミン街がもはや無法地帯だ。しかも最近何やら怪しげな取引をしているらしい。くそ、俺がまともに剣を握れれば盗賊団など一網打尽にしてやるんだが、頼んだぜ冒険者。なるほど、いろいろ。もう一個ある。あ、まだある。ハムンドさん、どうしました。ああ、労働は愛か。ハムンドは自分の代わりに配達してくれる人を探している。あんた、手紙の配達を引き受けてくれないか。ブラックブラッシュ停留所のベリンゲルさんが臨時交付を集めてるらしくて、俺も応募したいんだ。だけど今日はカカアの看病しなくちゃならねえ。俺の代わりにこのベリンガル宛ての手紙を渡して、ぜひとも働かせてくれって頼んでくれ。なんかいろいろありましたよね。まあ、とりあえずブラックブラッシュそばだし、まあちょっと行ってくるか。スプリント、あとはどこじゃ、どこじゃ、こんなかな。はい、あ、ここですね、ベリンゲルさん。手紙です。私も忙しくてね、要件は手短にしてくださいね。お手紙です。臨時交付の件ですか。書類に不備はないようだ。登録しておきましょう。
ルビンはただ同然で使えますからね。使い捨ての労働力として都合がいいのですよ。これいいのかな、やめといた方がいいって言いたいよね。自分が掘り出した原石のたった一粒が一生かかっても稼げない金額の宝石になるとは、なんとも世の中というのは残酷ですね。あー、なんか複雑な気持ちになりますね、こういうのは。ね、あれこっちでよかったっけ、ん違うな、向こうだね。ん、いや違う迷子になりすぎ。あれ？これ上行けない？待ってよ、地図見よう。右下なんだよね。ついていくんだろう。一回通り、ここ通り越して右に回り込む感じ。このちゃんと橋とか渡った方がいいのかな。なんかでもなんかどんどん離れてる気がするんだけど、ちょっと待って。何匹か来てるな。あ、引き返していく。あ、この辺のカクターさんって討伐リストのやつか。強いんだけど、挑発ができるようになった。
あ、それどころではないのですね。ちょっと、一回、格闘士に戻しますか。どこ？あ、この上かな。この格闘士も角田さんがリストに入っている。角田さんね、なんか普段植物のふりしてるよね。これで。ちょっと待ってよ。トーバス出ちゃう。アントニングセントリー。アントニングセントリー。うん。だんだんね、敵強いなって。なってるんだけど、これこのレベルで行って大丈夫？このいっぱいいる。大丈夫？すごい、いろいろおるけど。しかもあれだよね。あの赤いマークはさ、襲ってくるよみたいな。こっちに歩いてきてくんないかな。あそこ二人いるね。どうしようかな。こっちからかな。こっそり取れるんだ。敵が出るかと思いきや。
かれた。ちょっと待って、2人か、めんどくさいな。しかも寄ってきてくんないし。やっぱあれだね、複数多いときついね。うん、あれ復活してない。なるほど、復活するのか。いつまで誰かから攻撃されてる。これでよし、いい？中には入れない。じゃあ、あとは帰りますかね。ちょっと待ってよ、こっちか。あれだね、なんかやっぱ地面の段差があると途端になんか道がわからんくなるね。あ、でもうまく作ってあるね。あ、ついでに、あ、ジョブクエがあったね、そういえば。やっとく？人寄っていく？他の道がある？おー。レベル11のさ、アリさんに苦戦しとっていいのかよ。もうすぐレベル20になるというのに。この辺から行ける？そうだね、どうしようかな。これ倒し14だもんな、いけるかな。レッツゴー。
でもまあまあ倒せない感じではないかな。倒してる。あの密集してんな。ちょっと分かれてくんないかな。あの子はちょっと一人でおる。君君僕と遊ばないかな。倒せないレベルじゃないけど、でかいから怖いね。もうちょいさ。スキルのその次使えるよっていうのがたまるとのが早いと嬉しいだけど、違う、ちょっと待って、これで待ってよ。あ、これついでにクリアできたのか、便利。おや、少年どうしたのかね、どうしたのかね。うちの父ちゃんはこの池で死んだんだ。釣りをしててスポークニングオロブンに食べられて、めちゃくちゃさ。え、ちょっと待って、はあ、会話中でしたけど。そんなことある？ひどい話ですよ。おう、オロボンなんていなくなればいいのに。あんたも冒険者ならあいつらを倒してくれよ。おう、よし、父ちゃんの敵討ちだ、いっぱいやっつけてくれよな。おう、オロボン、それで東堂がいるんだよね。違う。
構いっぱい倒さなきゃいけなくない？時間が足りん気がする。やばいやばいやばい。ちょっと待って、めっちゃきけん。待って、ポーション。もうちょい、わざわざ。よかった。いや、初ポーションですよ。というわけで、一回ブラックブラッシュじゃない、あっちか。帰りますかね。こっちだっけ。もうね、途中によるアントリングソージャーさんがね、めっちゃ襲ってくるよね。仲良くしようよって感じだよ。俺、ルミン街は、あそこの、右かな？とりあえず一通り、済んだので、あ、またあの、腹を減らした、症状が出てますが、これも一回クリアしてるので、
ちょっともういい時間なので、ちょっと報告の前に一回終わっておきますかね。では、第36回、配信ご覧いただきありがとうございました。よかったら次回もご覧ください。失礼します。